どうも BL チャンネルののどかです。バンビです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、イエイエイエイ。今日ははい、今日はですね、毎度ですけども、好きなインストラクターにただ僕たちが好きなことを聞きまくる企画です。はい、はい、もうこの100の質問ですね、もうだいぶやってきましたけども、はい、ガタガタ喋る前にも早速読んじゃいましょう。はい、はい、本日のゲストは、かっこいい雰囲気のある素敵なイケメンインストラクターです。奥島圭介インストラクターです。イエーイ。どうぞ。入った。こんにちは、お願いします。インストラクターの奥島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、雰囲気あるな。早速ですね、あ、いいですね。なんかいろいろ喋ってもらいたいんですけども、もう早速始めていきたいと思いますが、はい、いいでしょうか。はい、大丈夫です。お願いします。喉、はい、がいっちゃって、いきます。名前は？奥島圭介です。性別は？はい、男です。誕生日？はい、12月12日です。血液型？はい、AB 型です。出身は？はい、東京都足立区です。ざっくり今の現在地は？はい、山手線の北東の方の駒込です。ざっくり。はい、名前の意味は？はい、圭介という名前の意味は明るく恵まれるようにということですかね、と聞いてます。家族構成は？はい、父、母、上に兄と下に妹、5人家族です。のこのこの顔が似てる家族は？母親ですね。性格が似てる家族は？ですね、いないんですよ。僕、まあ、結構こういうなんか適当なというか明るい感じなんですけど、みんなあの引きこもりっぽい感じです。そっちか。学生時代の部活は？はい、陸上競技、短距離やってました。短距離、それは種類っていうかポジションとかそういうの？短距離な、ね、100メートル、200メートルですね。ウサインボルトと一緒ですね。なんでその部活を選んだんですか？兄がちょうど同じ中学校の3年と僕が1年でバスケやりたかったんですよ。スラムダンク世代なんで、兄がバスケ部でお前来るなって言われて、仕方なく陸上部に入ったっていうのはい、きっかけです。はい、最高成績は？はい、10秒89かな。100ですか？はい。おー、早くないっすよ。部活で学んだことは？はい、忍耐ですね。得意なスポーツは？はい、走るもの全般です。じゃ、苦手なスポーツは？バットとかラケット、あ、違う、バスケとか、あの手を直接使うスポーツがちょっと苦手です、球技が。あれじゃないですか。あれ。はい、得意な科目は？は、現代文、国語ですかね。苦手な科目は？化け学。得意な顔は？得意な顔。違うかな。かわいい。もっと長めでもらえますか？もうちょっと長め。マジで。かわいい。スクショタイムだったよ。ちょっとお疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。あんまやったことねえな。得意じゃないかもしれないけど、今日から得意だったね。得意な顔です。すごい。じゃあ、苦手な顔は？で、苦手？なんですかね。なんか、真顔？ちゃんとした顔？やるの？似合わない似合わない。苦手そう。じゃあ得意なギャグは？ギャグなんですかね。その場で思いついたことを言う瞬発力が得意なんですけど、これっていうのないんですよね。あ、そうなんですか。じゃあもう今日やりながら出てくるタイプですね。出てくる、ね、そういう感じですね。はい、はい、学生時代の思い出は？時代の思い出、とにかく走ってました。好きな歌手は？
マルーン5。マルーン、うん、で、その好きな曲は、デビュー曲だと思うんですけど、This Love っていうやつですね。うん、あ、歌えないです。質問ながら。英語無理っす。勉強してたかな。まあでも次あるから、ね、じゃあ、それ歌ってください。ちょっと英語が無理っす。聞かせていいですよ。じゃあ第2位でいいですよ。2人の顔が怖いんですけど、お前やれよっていうその顔すげえ怖い。やあげないな。え、あれです。はい。リンダリンダとかですね。おお、はい、はい、リンダリンダはい。ありがとうございます。いなくなっちゃった。はい、ここまでで大体、まあちょっと進みましたけども、はい、なんかいや、いい感じです。このままアクセル踏んでいった方がいい。もうじゃあ、どんどん行きましょう。アクセル踏みましょう。はい。お願いします。はい、いくよ。はい。休日家でどう過ごす？基本ダラダラします。うん、休日外だったらどう過ごす？外だと、本屋に行きたいですね。何かオタクですか？今は、あれです。トレーニングオタク。と一応自分では言ってます、うん、なるほど。何か語ってください。とりあえず1日3杯プロテイン飲みましょう。はい。オタク的な感じだと。ということですね。はい、はい、続きます。はい、朝の習慣は朝、1杯のプロテインから始まる。お、夜の習慣は1杯のプロテインで終わる。口癖ってある？考えたんですけど、僕自分でこれ口癖だと思うのがなんか嫌で、あんまり作らないようにしてるんですよ。でもインストラクターあるあるかもしれないですけど、なんかの動きを強調するときにしっかりって言っちゃう自分が嫌で、そう、言う、めっちゃ言う、 そう、それをね、あんまり言わないようにしてるんですよね。そうっていう、はい、っていうね、っていうかもしれない。これか。はい、続きます。はい。お風呂派、シャワー派？はい、断然シャワー派。うん。何時間睡眠？はい、4時間から5時間。最近の、買い物の思い出は？はい、トレーニンググローブ買いました。なるほど。自分の。そうです。あとウェア。うん。そう。今までで最高額のお買い物は何ですか？最高額、なんですかね、最高額、地味ですけど、パソコンですかね。うん、高いんですよ。高かった時。はい、好きな食べ物は？はい、食べ物は、赤身の肉です。嫌いな食べ物は？霜降りとかサーロイン入ってるのがちょっと年齢的にきついっていう。笑いねー。同じだな。焼肉屋でカルビ頼まないですね、もう。なんかトレーニーはみんなそうなのかな。なんすかね、胃が辛いっす。はい、好きな動物は？猫。え？猫です、猫。聞こえないけど、鳴き声でお願いします。違う。ちょっと聞こえなかったから。本当に？何ですか、このエスっ気のたっぷりな感じは。そういうキャラか。はい、続きます。はい、好きな色は？好きな色、インディゴブルー。インディゴブルー。これ後で足さなきゃいけないですよ。インディゴブルーじゃ足しておきます。インディゴブルーって言った後のあの顔見て。苦手な顔だったよ。インディゴブルー。続きます。はい、私服で多い色は？私服は、黒かネイビーですかね。仕事着で多い色は？仕事着も、黒かオレンジとかが多いです。仕事着を選ぶこだわりは？はい、以前カラー診断みたいのをやってるお客様がいて、僕
肌が基本白いので、あのオレンジとかそういう暖色系で顔色よく見せなさいと言われて、それは気にするようにしてます。私服を選ぶこだわりは、あったかいとか今の時期だと機能性、機能性、あ確かに。仕事中はどんな人、あのこんな感じですけど真面目です。プライベートはどんな人、プライベートはとにかくだらけたいです。はい、ここまでで半分来ました。おー早い、いい感じ。サクサクインディゴブルーの顔が面白かった。インディゴブルー。後半行きたいと思います。元気ですか。はい、よし、行きますよ。テレビ何見る、月曜から夜更かし。あー面白い。 YouTube は何見る。 YouTube は、あの筋トレ博士の山本由伸さんのチャンネル登録してて、 あれすごい見てます。はい、好きな芸能人は、はい、今全然テレビ出ないですけど加藤愛さん。なりたい顔は、なりたい顔ジョニーデップ。いいっすよね。笑っちゃいけないよ、低い声出た。いいですよ、私が低い声だった。ジョニーデップなんだ。顔なんか童顔とジョニーデップ系統がないものを求めちゃうかもしれないですね。あ、やっぱり。なるほどね。はい、最近見た映画は、はい、ちょっと古いんですけど DVD でアバターを見ました。あ、なんでそれを見たんですか。はい、なんか見たくなっちゃったんですよね。ジェームズ・キャメロンが好きなんですかね。一番好きな映画は、はい、バックドラフト。なんでその映画が好きなんですか。はい、まあ、それを見て消防士になりたいなって思った自分がいて、それ以来本当なんですけど50回ぐらい見てます。すげえ好きです。消防士っぽい。そしてじゃあその映画の名シーンを体現してください。はい、あの主人公が弟なんですけど、弟が、勤務初日消防署に行くのに寝坊して、それを、出動した消防車から見てる兄。これだけ、お前遅刻してんぞっていう。カートラッセルはめっちゃかっこいいんで見てください。全部のシーンできますか僕。なるほどね。なんで消防士に憧れたんですか。なんすかね、かその映画見て消防士に憧れたっていうのもあるし、あの漫画でめぐみの大吾っていうのがあるんですけど、 あれがめちゃめちゃ好きで、一時期消防士試験とか考えてたんですけど、もうこっちの仕事を始めてもいたから、うん、そう楽しかったんで、なかなか踏ん切りがつかずこんな来ちゃいました。なるほど、そう、暑いし、もしちょっとあれだけどさ、うん、助けてもらった消防士さんがさ、パッて押しまさったらみんな好きなの。あ、緊張するだろう、うん、ってなる、うん。すごい求めたかった、今決め顔か、これが。決め顔か、なんかこう例えばお姫様抱っこしてこう出てきてパッツってその顔か。思ってます。急に下がる。行こう。聞きます。はい、今更なんですが職業は、はい、フィットネスインストラクターをやっております。仕事内容は、はい、パーソナルトレーニングと、週に何度か、グループレッスンも指導しております。去年と仕事内容は変わりましたか。ほとんど変わってないですね、うん。最近力を入れていることは、とパーソナルトレーニングもそうですが、結構あのグループレッスンでちょっと外にお仕事をもらいに行くっていうのも頑張ってます。好きな業務は何ですか。トレーニングを指導させていただくことです。なんでそれが好きなんですか。はい、やっぱ目標のね達成をサポートするっていうところと、達成できた時の、一緒にこう達成感を味わえるっていうのはすごい好きです。子どもの頃の夢は、なんかおまわりさんになりたかったなっていうのはなんか記憶にあります。
じゃあ今の夢は？はい、かっこいいおじいちゃんになる。来年どうなりたい？筋量3キロアップ。もうじゃあ30年後は？大会に出ることもできるぐらいの体を維持したおじいちゃん。じゃあ自分の性格は？はい、明るい。人には何て言われますか？はい、肌が白い。あ、この性格じゃない。ちげえかな。まあそう。本当にね、本当に第一声白いって言われるんですよ。確かに。思ってる以上にね。そういうらしいですね。はい、じゃあ人にはどう見られたいですか？はい。まあ、いざって時に頼ってくれる存在みたいな感じが嬉しいです。座右の銘は？はい。難しい言葉を考えてたんですけど、やっぱ慣れないことは言うもんじゃないですね。忘れちゃった。じゃあ、瞬発力でいこう。瞬発力で。そうですね。あ、でも好きな言葉としてあるのは、あの、敵を知り己を知れば百戦あやるかあらずですが、孫子。はい。なはい。チャームポイントは？もう持ってる難しさがすごかった、私の中で。なんか猿も木から落ちるぐらいが来ないともう無理だったの。なのになんかすごい難しいの来たから、スンってなった。頭がもうパンしてたの。あってなった。はい、行きます。チャームポイントは？はい、肌が白い。コンプレックスは？はい、同じです。肌が白い。プライベートで大事にしてることは？はい、仕事と、プライベートを分ける。仕事で大事にしてることは？はい、まあ、こうお客様というか、トレーニングを見させていただく方に親身に寄り添う。お客様に対して大事にしてることは？はい、個別の要望をしっかりと聞き取るです。仕事での思い出を語ってください。なんかすごい結婚式間近の女性をあのパーソナルトレーニング見たんですけど、もうすごいこうメンタルもやられてる方がいらっしゃったんですが、なんかそれをこう励ましながらや、トレーニングを見て、最終的にはあのその方の結婚式にも呼んでいただいてみたいな、そういうつながりもできるんだな。で、旦那様にもちょっとあのご紹介いただいたり、あの仲良くさせていただくとか、そういうつながりも生まれる仕事なんだなっていうのすごい嬉しかったですね。いい話ついたんで、カットしとこうかな。1週間今の仕事が休みになったらどうする？はい、ひげを伸ばす。全然伸びないんですよ。1週間旅行するならどこに行く？はい、アフリカに行きたいです。好きな国は？はい、日本。行ったことある国は？はい、オーストラリア、アメリカ、デンマーク。なんでアフリカに行きたいんですか？とりあえず5大陸制覇したいんですよ。多分一番行かなそうなところなのが南米とかアフリカかなと思って、こうでですね、なるほど、ありがとうございます。これから行きたいのはどこ？九州。行ったことないです。あ、そうなんですね。大陸制覇しようとしてるって九州行ったことないだもん。日本は北海道、四国、沖縄行ってるんですけど、九州ないんですよ。制覇したやつなんだね。コンプリート、あの、収集癖があるんでしょうね。あ、なるほど。集めたい。はい。100万円もらったら何にする？小城さん分かると思うんですけど、デッドリフトのバーで自分が中に入れるやつ分かります？あ、分かります。あの、誰でしたっけ？名前忘れちゃったんですけど、あれ欲しいです。で、すごい重りを300キロ分ぐらい買いたいです。あの、参考の写真ここに載せてもらっていいですか？あ、そう、それで。じゃあ、1億円もらったら何にする？あの、
全然免許とかないんですけど、あの船欲しいです。あー、なるほど。はい、じゃあ行きます、得意な部位は？はい、胸です。うん、もう胸出てきた。いいぞ、いいぞ。あ、出しました。はい、得意なエクササイズは？ベンチプレスとダンベルフライ。ダンベルフライ。ちょっとダンベルフライを雰囲気実践してもらいます。あ、結構重そうなの持ってる。おすごい。潰れたん。潰れぐらいやる。いい感じですね。ありがとうございます。得意なポジションは？あ、パワーポジション。パワーポジション。全然わかんない。そう全然見えなかった。この辺出してください。前世なんだと思う？白人。引き付いてる、ね。来世なんだと思う？はい。来世はさすがに黒人とかになるんじゃないですか。ああ。はい。今世あと何する？まっとうに生きる。顔。いい感じ。はい。最近泣いたエピソードを語ってください。仕事させていただいてたお店に久々にイベントレッスンを呼んでいただいて、その時にいた方々、3、4年前ぐらいなんですけど、もうずっと同じようにエクササイズ続けてくださって、お帰りって言ってくれたのが、すごい嬉しかったですね。ジーンときますね。人生で一番の逆境だった出来事は何歳でした？33歳ぐらいですかね。うん、それは何だったんですか？その時はスポーツクラブに勤めていて、セカンドのサブマネージャーをやってたんですけど、もうとにかく売り上げを年間目標達成するかしないかが、もうあと2週間ぐらいで決まる、一日一日がみたいな時に、もう本当に睡眠時間1日1時間ぐらいとかで、毎日もうみんなをこう励ましながらやって達成するかどうかっていう時は一番辛かったですね。すごい。じゃあ人生で一番嬉しかったことは何ですか？はい、もうその時の逆境の話に続くんですけど、達成できたんですよ、目標が。おお、すごい。それがもう本当に嬉しかったですね。うん、やればできる。はい、10年前の自分に一言。はい、人生楽しいぞ。じゃあ10年後の自分に一言。もうちょっと頑張ろう。はい、では最後、皆さんに一言。はい、とにかく明るく健康で前向きに、生きていきましょうぐらい。はい。終了です。はい、終了です。終了です。お疲れ様です。よっしゃ。脱いでよかったのに。そこかい。脱いでよかった。いやー、でもよかったです。本当にいい感じ。もう素敵です。好青年すぎる。お二人のこれがすごくてよかった。いやでもよかったです、本当に、ね。はい、ではですね、今日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。まずですけども、BL のこの100の質問の恒例のラスト30秒トライをして終わりたいと思います。はい、奥島圭介インストラクター、よろしくお願いします。では、よーい、スタート。はい、奥島圭介です。JR 山手線駒込駅徒歩1分のところにボディースリージムという、パーソナルジムを構えて、トレーニングを見させていただいております。マンツーマンのトレーニング興味ある方、まだやったことないけどっていう一歩踏み出せない方、初めての方にね、とても、優しいジムだと自負しておりますので、ぜひ、一度体験にお越しいただければと思います。この動画を見た皆様に限り体験1回無料でお受けいたしますので、ぜひにぜひに。